ヴェルディ対琉球のゲーム、この後後半です。平からさあ花と一度収めて林中でステイ、佐藤クロス、林ヘディング、ゴールキックになります。正面に入りすぎましたかね、まあ、いいタイミングで取った時の前のスピードですよね。飛びどころ鈴木浩二、鈴木当たったディフレクションしましたが、キーパーの上福本です。センターバックのベテランの近藤が本当にいいブロックをしています。なかなかもっとこうスペースも埋まってしまいますからね、この追い込まれますよね。さあ取った、これは残した佐藤悠平、林流れてオフサイドなく、ここ1対1、うまくかわした、チャンスだった、林かわす、どうだ、PK です。これは決定機ですが、手に持っているのは今イエローカードです。まあ、これちょっとこの怪我もあってインターバルもあってのその後のペナルティーキックですから、これ入るのと入らないのと大違いですかね、うん、おっしゃる通りですね。でいずれも低めのボールが多い。さあ林、止めた、ここでビッグセーブ出ました、カルバハル。いやキャッチしましたよね今ね。ちょっとヴェルディの方としてやっぱりこういう PK を決めきれなかったっていうのはね、少し痛いところですけどもね、はい、前から仕掛けてこの28番の小泉芳雄、佐藤、間、この辺りはテクニックがありますヴェルディの選手たち。奈良は上がってきた、ダイレクト上げてうまく触った、回します。できる選手引き出しておいて、おー、平から花戸に出た、花戸がチャンス、花戸、カルバハル、マスターにちょっと流れて上里、間、フリー、小泉、また拾ってダイレクト、うわー、同点琉球。奈良が入れる、高いボールを入れた、チャンスだった、キーパーのカルバハル、ここで長い笛です。東京ヴェルディ対 FC 琉球のゲーム、ヴェルディは勝ちきれませんでした。1対1同点です。